広島県に行ってきまして、はい、この広島トリエンナーレというイベントのプレイベント。うん、来年行われるんですけども、まあ愛知トリエンナーレというのが非常に問題になって、その同じ系統のやつがこっちでも展示されるという話なんですね。動画でも取り上げましたけれども、もう一回やろうかなと思います。そうですね、はい。これはね、香ばしかったですよ。香ばしいのと、もうムカつくというかね。そうですね。もうすでにお金出てますからね。 自治体からさらに文化庁の補助金というのも当然、それ視野に入っているわけですからこれはまた政治利用されてしまったんじゃないかなと。ということで不自由展出展の作家も出展しているというこの広島トリエンナールのプレイベントが行われているという話に移っていきたいと思いますすすってきたここれれはは経費なななるででしょうりりまま当然す。 <laughs> これを個人的な旅行とか言われてしまうと、いがないです、ね <laughs> はい、こんなの好きじゃねえよ <laughs> ちょっとなんか、ド M 気質がありますよね、自分でお金使ってこんなもの見に行くっていう。ということで、これ、朝日新聞の記事なんですけど、はいえー、広島トリエンナーレ2020のプレイ,イベントが、えー、広島県、えー、桃島で始まったと、ほか、はい、にも尾道市とかやってるんですけどね、うんえー、各地でやってます。 県によると広島トリエンナーレの全体の予算はこうした企画展も含め約2億6400万円で県や尾道市などが拠出し文化庁などの助成も受ける、まあ、構造的には愛知トリエンナーレと同じようなものになってますね,ねそして美術家の大浦信之さんや小泉明朗さんといった表現の不自由展に出展した人の作品も含め作家5人の計27作品を展示。 12月15日までの期間中表現の不自,由、えー、不自由などをテーマに議論する対話企画も計3回ある対話企画では表現の不自由点で抗議が相次いだ昭和天皇を含む肖像群が燃える燃えるってなんか表現時代ちょっとおかしいんじゃないかなって、はい、燃やしてるわけです大浦さんの映像作品遠金を抱えてパート2も上映大浦さんは昭和天皇を批判する意図はありません反戦のメッセージと捉えることも可能と思いますが 判断は観客に委ねるのがが表現が持つ豊かさと述べた「えー、表現の不自由展」が8月に中止になる前に開催が決まっていた今回の企画展について「結果として表現の不自由のテーマ」など愛知トレーナーレに向かって発言しているようなタイムリーな開催今僕の作品を見ていただくことは余計に意味のあることと思いますと、まあ、おっしゃってるので<ー>僕も見てきたわけですよ。いはい、遠かったたですねあ<ー>広島すっと入れたの,<え>あのら名古屋は、はい 入れなかったじゃないあななるほど。かなか人数規制とかはい広島はその人数規制とかそういうのあれなんですよね規制すするほどの人数が来ないんでよ。遠いと遠いまず広島まで行きますよね広島っつっても岡山寄りの福山っていうところにまず新幹線で行ってそこから在来線で20分ぐらい遠いね尾道までで尾道行ってそこから船に乗って小1時間 かけて、桃島に行くんですよ。それは行かないね。それは行かないね。行かないですよね。それは行かないよ。まあ、それは楽勝で入れると。そうなんですよ。ウェルカムじゃないですか。もう旅費だけでも結構な。かかるね。時間、だって、時間でも相当かかる。そうなんです。日帰りで行こうとしたら、もう本当にもう始発ぐらいで出て。で、まあ、昼くらいじゃないですか。で、ちょっと見て、帰っても夜ですよね。まあ、まあ。 日帰って思わないけどまあそんな感じでまあ尾道から行ったらですね僕あんまり東京で声かけられることないんですけど尾道で声かけられたんですよえあれカズヤさんですかみたいなあのそっくりさんじゃなくてそっくりさん地方ってそんな人いないじゃないですか東京ほどはだから目立つとなんかやっぱ見るんでしょうねなるほどね確かに自分も東京でその新宿駅とか歩いてると 見ないすもんね、顔だから地方に行くと地方の人は地元の人じゃないなってことで見る荷物とかもそうかもしれないですけどねこの格好地元じゃないなっていうことで見るっていうねわかるわかるそれで桃島まで行きまして徒歩で15分ぐらいですかね3か所4か所あるんですよ ちょっと見えないと思いますけど島があってですね、うん、港に降り立ちます、はい、そこから15分ほど歩いてまずこの学校、はい、廃校を、まあ、このアートベース桃島と変更してですね、まあ、アートを発信する拠点になっていて、はい、ここがまあメインの展示会場になっているんですね。でここからちょっと歩いていくとあのなんかこう日の丸旧,旧映画館を改造して、うん、日の丸をこうネオンで表現するみたいなものがあって。はい 料金こ1500円かかるんですよ、見るのにでこっちではこっちでまた100円かかるんですよ、電気代なのかよく行ったね、ここ。いや、遠かったですよ、でちょっとまた歩くと別のものがあったりとか、はいいう感じでしたね1500円ですよ、1500円めっちゃ遠いところまで行って1500円出してそう行くかという感じなんですけども。 ま1500円払ってすげえあるんだろうなって期待していったんですけどあんまり展示してるものないんですよねあ、そう展示内容としてはで、1回のその受付するんですけども受付で個人情報を求められますなんでいや知らないですけど関係ねえじゃん個人情報あれもびっくりしましたねいきなりだから名前名前電話番号住所とか それとに注意事項を書いてあるんですけど何に使うのか怪しいよねちょっと怪しいです怪しいよねちなみにどういうことが書いてあるのかっていうと本展示には一部の方に不快感を与える可能性がある作品が含まれていますご了承くださいと観覧の際手を触れないようにとかそういう話ですねで一部行けるところもあるんですけど1階と2階は写真撮影禁止と写真動画一切禁止という話で じゃ1回2回に何があるのかなっていうと天皇関連の作品だたでこれやばいっていう認識あるんでしょうね確かにね中共の監視システムみたいですね名前とね住所とか書けって言ったら電話番号とか書かれてたらね顔認証システム入れてんじゃないのやましいからこそちょっとこういう展示なんじゃないかとまあスタッフさんとかはそういう多分罪悪感とか全くなくですね普通にいい人 で知らないだろうしね、うん、こういうあれれがねこれやっぱアートとして捉えてるからそうなるんでしょうけども、うんでまあ、中に入って、はい、受付の人がいる裏手に、すぐその天皇関連の大浦の信行さんの作品が展示されてるんですよね、はいはい、これが、まあ,あの遠近を抱えてというものなので、うん、検索していただければ出てくると思います、ねはいはい、例えば、女性器と昭和天皇の顔を並べたりとか。か最悪 そううい系統ですよ骸骨とか骸骨と昭和天皇とかあとはノコグ雲と昭和天皇とかこれ広島でようやるなとそうね本当にいう作品ですけどもでまあ他の部屋にもそういうものが飾ってあってですねま大変これは人によってはま注意書きどおり不快感をだろうね説明書きの紙を渡されるんですけどそれも写真撮影しちゃだめなんですね。 だからもう全部メモするしかない何それって感じだよね。注意書きを。作品説明ですよ。それすらもうだめっていう。それだって普通の A4 の紙ですよ。説明されてるだけの。それすらだめっていうのが全く意味の分からないものでしたね。はい。というところで僕もいろいろメモしてきたのでそれを元に喋りたいと思うんですけども。階の展示を見ると、 小泉明朗さんの「帝国は今日も歌う」という作品が展示されていましてこれまあ小冊子くれるのかなと思いきや千1000円しますからマジでこれも当然当然お金を取りますこの作品こそひどいプロパガンダですねちょっとこれまあ見せられないんですけどこの中を見ると昭和天皇の 昭和天皇が映ってるんですよ体を骸骨にして脳みそを露出させたみたいなハニバルのね最後のシーンでここ切って脳みそを食うシーンがあるんだけどその状態がここ切って脳みそだけ出てるっていう状況にしてるねこういう気持ち悪いパンフレットが1000円で買ってしまったっていうこれも経費になりますよねももちろんこれ 個人的に買わなないですかこんの。税務省は左翼ですからあの左翼応援してるですからこういうのはこういうのはもう積極的に経費でしょ。応援してしまったっていう感じなんですけどこの「帝国が歌う」っていう展示は3画面なんですよねモニターが3画面あってモニターというかまあプロジェクターで3画面で映し出すっていう感じなんですけどこの主演男性が何言ってるのか全く分かんないんですよね最初こう、新宿だだかかか銀座どっの えー、街の歩行者天国でこう男性が映ってきて、はいうん、こう何言ってんのか全く聞こえず、うん、で英語字幕がちょっと出てくるので、うん、そのまあ単語でなんとなくこう言ってることを判断するような感じでしたね。でこうバックの、えー、でそういう場面から「父さん行かないで」とか「怖いよ怖いよ」怖いよ っていうこう聞き取れる声になってきて場面が転換するんですよ何が出てくるのかっていうと日の丸とか曲実験を持った集団がデモ活動をやってるシーンなんですねまあそれはいいんですけど、はい、それは言ってる中沿道からすごい罵声を浴びせてる人が何人も出てくるんですよ、うんはい、で何言ってるのかっていうと日本から出てけって言うんですよね女の人が、はい あれでも、日の丸とか旭日記を掲げるデモに対して日本から出てけっていうのはちょっと意味わかんないじゃないですか何だろうと思ってあの説明書きを見たらですねえー何と書いてあるのかっていうとえちょっと待ってくださいね。うん 本映像は2016年終戦記念日である8月15日に靖国神社近辺で行われた反天皇制運動連絡会反天連による黙々としたデモ行進とそのデモを威嚇する反反天連の人、うん、それを押し止めようとする警察官が映ると反天連の話か反天連だったんですよ実は。はいうん、ここののの映像実に巧妙ななは、はい、反天連が過激とと言ってるのとか、うん 掲げてるプラカードとかを全く映してないところなんですよねああ、なるほどね、うん、そっちの方がやばいこと書いてるはずだけどねそうだからデモ行進のシーンで、うん、あの日の丸と旭日旗が出て、うん、に出てけっていうのはわかるんだけども、うん、反転連だっていうのは全く認識できないまま話が流れてくる,る、はい、あのこの構成っていうのは、うん、ただのプロパガンダじゃないかいうそうそう,そう悪質だよねうん、こう誰が見ても公平でに表現し、うんうん してってした中でみんなに考えてもらうのはわかるけれども、うん、もうあの片方の思想を押し付けるように切り取って、やってるだけだから、ね。そ,からその日の丸とか掲げてる人がなんか怖いような印象をこうつけたいんでしょうね。でどんどんこう盛り上がってきてですね、もうデモも荒れまくりで、はい、あのこの主演の男性がなぜかこう後ろに提唱してるんですよ。提唱して、うわー怖いよーって泣き叫びながら場面が転換するんですよ。じゃあどういう場面かっていうと。 なんですよねもう明らかじゃないですか皇居で一瞬静かになって歌とかが流れるんですよ流れるんですけどまたこう止まってきて「パンチチッ」っていう音が流れて怖い感じで終わるっていう露骨なプロパガンダをだしんかそうすねそそれはなんですよでこういう展示が2階まであってですね これで1500円かっていう感じもしましたし当然離島ですからその受付のお姉さんに1日何人ぐらい来るんですかって聞いたら230人っていう話をしてたんですよただ230人も来てないと思いますねあの感じからすると我々結構まあもう一人と言ったんですけどもあの結構長いこといたんですよでも全然来ないんですよね貸し切り状態土曜日であの状態だったら かなり厳しいなっていうじゃあ税金にたからないと根本的にビジネスモデルとして成立しないだって1500円全員大人だとして30人来たとしても4万5000円とかじゃないですかもうあの税金投入してなきゃ運営できてないよねだってそこに資材とか作品とかも運んできて展示するわけで設営するわけでしょだから結局ねいつも思うんだけど左翼の方が常に税金使って活動しててで。 えと優遇措置を受けてるよ、ねうん、まあテレビ新聞も優遇措置を受けてきた,、うん、たしテレビ新聞も反日の左翼報道が多いじゃない、うん、基本的にはだから左翼の方が税金とか優遇措置もらってる、うん、実は体制派なんだよね実は。国の公務員と一緒に結託して、うん、そういう助成金とか、うん、あの税金免除とかそういった制度とかあとその電波とかも特権階級の利権を取って。うん やってるっていうね。そうですね。われわがだって、コリエンナーレってやろうとしても、公共の施設、多分使わせてもらえない。し。いや、本当に表現の自由がどうこうって、その文化を助成しなければっていうなら。いや、僕もちょっと、あの、アート描きますから。お。描く。そうですね。なんかピンバッジをこう、ピンバッジさして。ピンバッジさして。十六万八千円。で。売る。はい。やりますから。ですよね。それもぜひ助成していただかないと。はい。成立しないんじゃないかなと。もう、あの。 モダンアート。モダンアート。現代アート。はい。それはちょっと。その絵には奥山さんも書いてもらってるって。<laughs> 画伯って言われてますから。<laughs> <laughs> 牛の肖像みたいな。そ,そう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 。<laughs> そういうの書いてます。